リモさん準備よろしいですか。落ちないって選択肢はないですかね。これねないですね。逃げ道欲しいですね。ちょっと本当にとんでもねえ番組だと思います。そうだね。とりあえず尺がもったいないのでさっさと対決を開始したいと思います。まずは年始のラブ先生の占いで運勢1位だった強運ガール松田が挑戦。さあ松田さん何番かもう決まったんですか。決めました。おお、はい、当たりませんように。いきなりあるよ、いきなり。え、これ見えない見えない見えない。松田さん、はい、番号は何番？2番でいきます。2番。2番感じますか。感じます。当たりませんように。これなような気がします。当たりませんように。お願いします。早く楽にしてあげるからね。強運がある松田が一発でタライを落下させ、見事森本を獲得。